青木選手、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日本時間はちょうど夕方17時30分なんですけど、そちら何時なんですか？7時間前で10時30分です。あ、じゃあもう起きてちょっとしたって感じですね。そうですね、さっき起きて、まあ、朝ごはん食べてって感じ、ちょっとゆっくりしたぐらいですね。ドイツの生活ってのはどんな感じですか？ドイツの生活、まあなんか、まあ、空港とホテルの行ったり来たりなんで、なんかそんなになんかドイツが困ったとかは全然ないですね。みんなあのホテルの人も親切で、すごいあの充実しております。あれですよね、試合の開催地はドイツ中部のデュッセルドルフって聞いてるんですけども、はい、デュッセルドルフって、ね、ヨーロッパ最大の日本人街があるとこじゃないですか。そうなんですよね、はい。結構そちらの方には出歩いてるんですか？そうですね、僕も調べてきて、なんかヨーロッパ最大の日本人街で、なんか日本人が30人に1人ぐらいいるっていう風に調べてきて安心してたんですけど、まあ、こっちに来て日本人に会ったのはホテルのお寿司屋さんの大将だけですね。それ以外誰も見てないです、日本人。それはあれですか、ホテルと空港しか行ってないからですか？多分そうなんだと思うんですけど、なんかインマーマン通りっていうのが10キロぐらい離れてるところで、なんかそこに行くと日本人通りみたいな、なんかまあ日本でいう大久保の韓国街みたいな、なんかそういうのがあるらしいんですけど、なんかまあ別に行くこともなくホテルと空港だけ行ったり来たりしてますね。最終調整はホテルの中で部屋でやってるんですか？そうです、まあ、あの部屋湯船とかもついてて、まあ、体重落とすこともできますし、まあ、あのなんていうんですかね、ちょっと運動というか軽くシャドウとかするのはなんかホテルの外の広場みたいな公園みたいなところで軽く動きましたね、昨日。もう体重調整の方はバッチリですか？そうですね、まあほとんどもう水抜きもないぐらい、体重なんで、ちょうどね24時間後ぐらいに計量なんですけど、まああと1キロとか、まあそれぐらいだったんで、まあ、全然今日の朝飯もがっつり食いました、ね、調整はバッチリですね。今回も65キロ契約なんで全然無理のない、まあちょっとビビって早めからちょっと落としたんで、なんか、まあ、全く、コンディション不足っていうのはないですね。ちなみに海外での試合は初めてになりますか？いや、海外での試合が初めてどころか、僕海外に行くこと自体初めてで、なんならね、試合は僕東京と横浜のピアアリーナだけですね。大阪での試合も実はしたことないです。いや、じゃあもう大変じゃないですか、飛行機乗って長距離移動して。そうですね、確かに、まあ飛行機が約20時間ぐらいあったんで、それだけはまあ確かにちょっときつい部分はあったんですけど、まあ着いてしまえば意外となんとか、まああとはちょっと帰りもあの飛行機に乗るのかっていう不安があるんですけど、それ以外は問題ないです。会場にはもうすでに行かれたんですか？いや、行ってないですね。なんかどこが会場かも全然分かんなくて、なんか当日バスで連れてってくれるらしいので、なんかもう当日行くぐらいですね。じゃあグローリーがどんなものなのかって、まだちょっと実態はまだちょっとつかめてないような感じですかね？いや、もう全く分かんないですね。なんかどういう進行なのかも分かんないし、どういう雰囲気なのかも全く分かんないですね。もう当日勝負ですね。わかりました。対戦相手のデニス・ウォシック選手に関してはかなりデータ集めたり分析とかはしたんですか？いや、最後の試合が2年前とかなんで、まあ、2年前の試合をそんなにねずっと何回も見てもちょっと変な擦り込みになっちゃうんで、まあ、あんまりなんていうんですか、意識してないというか、まあ、自分の戦いができればなという感じですね。過去に日本でも試合をやってる選手ですけど、かなり傾向とか対策はその中でも掴むことはできたんですか？まあそうですね、まあどういうファイトスタイルかっていうのだけは分かりますけど、
まあ、前回日本で試合した時もなんか1週間前ぐらいに急遽決まって強引に体重を落としてきて超なんかコンディション不足で戦える状況じゃなかったって聞いてたんで、なんかまあその試合よりは他の、まあ、中国での、世界チャンピオンになった試合とかそういう試合の方が参考になりますね。で完全に直樹選手はアウェーでの戦いになると思うんですけども、その辺は覚悟してますか？はい、覚悟、まあ、なんていうんですかね、別に、まあ、俺、何言われても逆に言葉分かんないし、なんか悪口言われても、だから別に、まあ、そこら辺は問題ないかなって思いますね。まあ、ね、明確な差をつけて勝たないと、そういう勝ち負け、判定の部分とかでは、もしかしたらね、あるのかなっていう部分あるんで、まあ、しっかりダウンなり KO なり明確に勝ちたいとは思ってますね。じゃあ明確にいい勝ち方をしてこの後グローリーに定期参戦したいとかそういった思惑もありますか？あ、もちろんですね。やっぱこの1回で終わるつもりじゃないし、まあ、やっぱりここで勝ってどんどんランカー、ね、タイトルマッチとねベルトに絡んでいけたら最高ですね。わかりました。ちなみに直樹選手の試合のちょっと後ほぼ同日にライズの大阪大会も控えてますけど、そっちの方は気になりますか？うん、気になりますね。やっぱもちろん気になります。なんか日本対世界で4対4みたいな感じでライズ大阪大会やってるんですけど、まあ、自分の中ではもう俺も含めてその当日で5対5日本対世界5対5だと思ってるんで、なんか俺仲間外れにしないでくれよとは思いますね。わかりました。じゃああれですね、4対4ではなくて5対5で直樹選手が先方か対象戦になるって感じですかね？そうですね、僕が先方ですね。僕の試合が、21日の日本時間の AM3 時とかなんで、僕の試合の数時間後とかに、大阪大会始まるんで、僕が先陣切ってしっかり勝とうと思ってます。わかりました。代表から以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ご質問ありますでしょうか？はい、では、熊久保さんお願いします。はい、熊久保です。よろしくお願いします。じゃあ、お願いします。ちなみに今回、チームは何人で行かれてるんですか？チームは、僕含めて、4人ですね。なんかこう、時差ボケですとか、時差対策とか、もしくはこう、普段と動かないような時間にこう試合するわけじゃないですか。そうですね。それに合わせた何かこう、っていうのをやってますか？まあ、日本出る前に、まあ日本時間の AM3 時に試合なんで、日本出る前に、1週間前ぐらいから AM3 時に、日本で散歩だったり、ちょっと外でシャドウだったり、してました。そういった部分結構細かいところまで意識してるんですね。そうですね、伊藤代表にそれだけは気をつけろって前回会見の時に言っていただいて、同じ時間に走っとけとか動いとけって言っていただいたんで、まあもちろん代表の言うことを守って、ね、AM3 時から外でシャドウしてたら、もう長官の人になんだこいつっていう目ですげえ見られました3日間ぐらいね、同じ長官の人がなんかこいつなんだよ今日も嫌がるみたいな顔して見てくるんですよ。なるほど。食べ物は大丈夫ですか？食べ物、そうですね、まあこっち来て、まあ、サンドイッチしかない、サンドイッチとソーセージとかそういうのしかないんですよね。なんかサンドイッチ、ソーセージ、ハムとか、そういうのはめっちゃあるんですけど、まあ、まあ、減量中なんでそこら辺はまだ食べてないんで、フルーツいっぱい食べたりとか、あとアボカドとか食べてますね。でも、そこまで海外だからうんぬんみたいなのは、まだ感じてないって感じですか？あ、全く感じてないですね。なんかむしろ、ホテル内で会見もあるし、ホテル内で計量もできるし、試合会場にも迎え来てくれるし、なんかむしろ楽ちんだなぐらいですね。なんかこう日本をこう意識したなんかこう、うんうん、演出とかなんか考えてます？入場とか。
ちょっとね、空手着で入場しようかなとかも考えてたんですけど、に、いや、荷物的に入らなくてやめちゃいました。試合の話なんですけど、前回の、真田選手の試合の時に、やっぱこう、はい、キャッチしてからの攻撃っていうのが、ワンキャッチじゃないんですよね、はい、確かグローリーって。こう、キャッチして攻撃が続く間は続行なんですよね。相手の足とか持った状態で攻撃失敗していく。攻撃続行なんですよ、確か。首相撲なんです。首相撲かな、首相撲だっけ。掴んでも、ワンキャッチじゃなくて、続行できるんです、確か。ああ、なるほど。首相撲が結構長いってことなんですね、じゃあ。そうそう。首を掴んでからワンタックじゃなくて、結構何回もできると。そうそう。そんで、結構苦しんでたように見えたんですね。で、また相手がキャッチからの攻撃が上手かったんですよ。その辺はどう考えてるのかなと思って。いや、どう考えてると、俺、そのルール今初めて聞きましたよ。確かに、グローリーは、キャッチして攻撃 OK なんですよ、はい。攻撃が続く限りは。ある程度。あ、そうなんですか。ある程度はね。ずっとじゃないですか。ああ、なるほど、はい。じゃあ、ある程度首相撲できた方がいいってことなんですね。そうです。なるほど。それは初めて聞きました。それは、じゃあ、ルールレビューの時に確認された方がいいと思います。そうですね。まあ、僕も、エセ元ムエタイチャンピオンなんで。ああ、そうだ。そう。そこら辺は、なんとか対応しようかなって思います。キャッチの攻撃はそんな意識してないですか？意識してなかったですね。全く今。なんか、ライズルールと同じぐらいなのかな、ぐらいな感じで思ってました。あと判定、まあ、先ほどちょっと言われてましたけど、判定の部分で、やっぱりまあ、どの部分を優先するかとか、多分見方とかも日本と違うと思うんですけど、その辺は、例えば映像とかを見て、研究とかで壊されましたか？いや、全然してないですね。なんか、まあ、どういう判定基準なのかも全然わかんないんで、なんか、まあ、倒せばいいっしょぐらいな気持ちですね。なるほど。今回、倒せる武器は用意されてる。バッチリですね。おう。なりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さっきのルールレビューで確認してみてください。ああ、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ございますでしょうか。では、松井さん、お願いします。はい、イーファイトの松井と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まあ、ちょっと皆さんいろいろ聞いてしまったので、そんなにはないんですけれども、グローリーで、まあ、注目選手として、なんかこう映像で取り上げられてたと思うんですけど、はい、どう思いました、まず。いや、めちゃめちゃ嬉しいですよね。なんか、初参戦なのに、こんなに、なんていうんですか、いい扱いしてくれるんだっていう、まあ、嬉しさと、うん、なんていうんですかね、期待に応えなくちゃいけないっていう、メラメラ感、半端じゃないですね。なるほど。そちらの気候って今どんな感じですか？気候は、なんかそんなにね、暑くもなく寒くもなくで、かなり過ごしやすいですね。日本の春みたいな。湿気とかが全然ないんで、かなり過ごしやすいですね。なんか夜の10時ぐらいまで明るいんですよ、こっち。9時とか10時とかまで。それがまた、なんていうんですかね。うん、それぐらい、別にそれが嫌だとかはないですけど、それぐらいですね。ホテルではぐっすり眠れてますか、睡眠っていうのは。めちゃめちゃ寝てますね。普通に夜も寝てるし、なんならやることなくて暇なんで、お昼寝もしてますね。コンディションもうバッチリってことですね。コンディションバッチリだと思います。うん、まあ、がっつり動いてみてないんで、うん、軽くしか動いてないんで、なんとも言えないですけど、まあ、問題はないかなっていう感じですね。わかりました。ドイツに入られたのが16日ぐらい、2日前ぐらいですか？そうですね。16日の日本時間のお昼とかかな？多分。そうですね。日本時間のお昼過ぎぐらいですね。まあ、今回の試合っていうのは、ご自身にとって多分新しい戦いというか、新しいステージって感じだと思うんですけど、どんなお気持ちでドイツに立たれました？いやー、もう、めちゃめちゃ大チャンスだなっていう感じですよね。やっぱり、日本で、外国人選手とやるっていう機会はあったんですけど、
やっぱ相手の地元でやって勝つから、またさらに、価値が高まるというか、うん、まあ、グローリーで出て勝つってやっぱ、グローリー出て勝った日本人なんて、ここ何年いるかいないか分かんないじゃないですか。いないですね。そうですね。グローリーで勝利した日本人だと何年前の話かっていう、うん、久保正也選手が最後勝ったぐらいですかね。そうですね。だからもう何年前の話か分かんないぐらいなんで、うん、もうな、そこはもうウキウキですよね。やっぱ楽しみですよね。でもなんか新しい自分にこう変わるみたいなイメージですか、今。そうですね。まあ本当に世界もうの舞台にチャレンジなんで、うん、なんていうんですか、なんかキックボクシング最高の、団体だと思ってるんで、はい、まあ MMA でいう UFC に日本人が出るみたいな感じじゃないですか。うん、そうですね。なんでもっともっとなんていうんですかね、みんな、注目してほしいっていうのが正直ありますね。うん、まあ、小林、真夏選手が、まあ、負けてしまいましたけれども、何かこう、言われたりしました？アドバイスみたいな。グローリーだと、こういうとこあるよとか。そうですね。マラソン選手からは、頑張ってくださいっていうメッセージいただいて、うん、まあ、あと、個人的に日本出発する前に、もみさん、一緒に行かれて、もみさんに、なんていうんですか、グローリーっていうか、海外とかこういうもの持ってった方がいいとか、なんか、グローリー、ちょっとこういうとこだったよ、みたいなのを、メッセージいただきました。何を持っていった方がいいんですか、チーム。何持っていった方がいいじゃないかな。まあなんか、持っていった方がいいって言われたものは、だいぶ持ってきたんで、何持ってきた方がいいって言われたか忘れちゃったけど、なんか、うん、だから特別、なんていうんですか、グローリーだからこれを持ってけ、みたいなものじゃなくて、その、僕、海外も初めてなんで、はい、ああ、生活するにあたってってこと？そうそう、そういう感じですね。だからすごいありがたい。もみさんに言われたものは全部持ってきました。わかりました。まあ、時差ボケも大丈夫そうですから、まあ、不安は確かになさそうですね。そうですね。まあ、あとはリカバリー食で、レトルトで日本食めちゃめちゃ持ってきたんで。あ、そうなんですか。ちなみに何持ってきました？佐藤のご飯みたいなご飯10パックぐらい、13パックぐらい持ってきたから。ああ、やっぱ米が。もう結構食べちゃったんですけど、あと10パックぐらい残ってるんで。10パックぐらい、あと、それ温めるレトルト食品、うん、なんかかけて食べれるような親子丼みたいな。ああ。まあ、あと、絶対ね、試合前そんなもん食うねよって思うかもしれないですけど、カップラーメン持ってきちゃいました。ああ。いつもは食べないですよね。絶対食べない絶対食べないですけど、まあ今回減量も全然大丈夫だし、全然余裕なんで、うん、食べたくなったら困るんで、もし食べたいってなったら、だから、持ってくるだけ持ってきちゃいました。食うかは分かんないけど。うん。あとサウナはどうですか？ありそうですか？サウナね、ホテルについてるんですよね。ああ。でも、うん、サウナに入ったりすることもないですね。体重も余裕なんで。なんか、あと部屋に湯船普通についてて、めっちゃ熱いお湯も出るんで。うん、なるほど。何の不便もないですね。まあ、あとはあれですかね。やっぱグロリーの大会なんで、その突然こう試合があるとか、なんかこう、心の準備ができてないうちに試合っていうところがちょっと出てくるかもしれないですね。そうですね。それが不安ですね。やっぱ試合当日の不安はちょっとあるですね。でも、それまでのコンディション調整とかは不安は全くないです。うん、試合当日の進行とか流れはちょっと分かんない部分があるんで不安ですけど。うん、まあ、そこだけ。本当に任せてって感じですかね。そうですね。まあ、第一試合なんで、僕第一試合なんで、そんなに、なんていうんですか、前後することがなさそうな時間。わかりました。あと日本でこう感染する人に対してこうメッセージありますか、最後に。そうですね。まあなんかUNEXT さんで放送していただけるということでね、はい、日本の人を見ていただける。まあ時間が時間なんでね、うん、AM とかなんでちょっと見づらいかもしれないですけど、うん、まあ、本当に、さっきも言ったんですけど、MMA でいう UFC に出る日本人なんで、うんうん、まあ、それと同等だと思ってるんで、まあ、そこで勝利するってところを、もう必ずみんなに見てほしいですね。なるほど。
わかりました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。他ございますか？あ、ちょっともう一ついいですか？あ、はい、どうぞ。今ちょっと話あったんですけど、そのUNEXTさんがそのグローリーを放送するのが、なんとこれが一発目ってことで、直樹選手、持ってるなと自分で思いました。いやー、思いましたよね。やっぱ、僕の試合の放送をなんとか間に合うようにっていうふうに、なんかグローリー側も話してくれたみたいで、UNEXT さんにメッセージを送らせていただいたら、なんとかこの試合に間に合うようにっていうふうに結構動いてくれていたみたいで、めっちゃありがたいですよね。やっぱどうしてもファンとか、まあ、家族とかみんなそうですけど、まあ誰も見れない状況だとちょっとやっぱ寂しいので、まあ誰かみんな見てるって思うと力になりますね。まあこれがこう世界デビューになるわけじゃないですか。はい。どういう世界デビューにしたいですか。どういう世界デビュー。まあまずはもちろん勝つことが大前提ですね。やっぱりそのもちろんね、いい勝ち方、KOしたいとかはあるんですけど、まあ、勝たないと始まらないなっていうのは思ってるんで、まあ、やっぱ勝つことが大前提かなっていう感じはしますね。直樹選手、すいません。はい、じゃあ最後に、改めてファンの皆様に、今回の試合に向けてメッセージをお願いします。はい。こんにちは、直樹です。まあ、今回ね、グローリーで、日本人の強さをしっかりと見せつける戦いをして日本に、帰ってきたいと思います。ライズ大阪大会、世界と日本で4対4って盛り上がってるんですけど、その先方として僕も含めて、日本対世界5対5だと思ってるんで、まあ、前回の、6月のザマッチでライズはこう日本一強いということを、まあ、証明してくれたと思ってるんで、ザマッチに出た選手たちが。まあ、今回は、ライズがこう、世界にも通用するんだぞ、世界一の団体だぞっていうことを、僕と大阪大会の4人、計5人で、本当に世界一の団体、ライズってことを証明したいと思ってます。応援よろしくお願いします。